はい、ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。はい、ラブ神戸 TV の、人妻レポーター、B ラブカンパニー3年目、八尾さとみです。今ですね、私はこちら、はい、シュシュのを作ってらっしゃる、はい、こちら、井上さんでございます。こんにちは。はい、井上さんはですね、ジュメルというブランドのシュシュを作ってらっしゃるんですけれども、はい、では本日インタビューしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、すごく美人なので、ありがとうございます。はい、どんどん視聴率が上がってまいります。はい、美人が出ると視聴率が上がるラブコメ TV でございます。はい、ではですね、こちらのジュメルさんの刺繍についてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、はい、こちらはどんなコンセプトなんですか？コンセプトはですね、はい、ママと子供がお揃いでできるヘアアクセサリーというのがコンセプトでしております。はい、ママと子供がお揃いでできるということで、はい、ちょっと商品の方を見せていただいていいですかね。ありがとうございます。はい、こんな形でいろんなタイプがございますけれども、はい、ね、シュシュといえば値段もピンキリだと思うんですけれども、はい、こちらはですね、の特徴がですね、お揃いでつけられるということで3パターンあるんですよね。はい、そうです。はい、ママシュシュと、はい、ガールズシュシュと、あとベビー用のシュシュのラトルになってまして、はい、はい、ちょっとじゃあ見せていただいていいですか。こちらママ用が、あ、はい、こちらですね。こちらがママ用になります。ちょっとボリュームがあるタイプですね。はい、神戸らしく華やかに、はい、清楚な感じで、はい、可愛いですね、水玉が。はい、はい、でこちらがお嬢様用と、こちらがベビーちゃん用のラトルになってます。はい、はい、これ皆さん聞こえますかね。はい、腕とかにねつけて、はい、はい、ね、ちっちゃなお子様でも一緒につけられるということで、はい、いいですね、みんなこれお揃いでつけたら。はい、井上さん自身もお揃いでつけてらっしゃるんですか。はい、全てつけております。はい、あ、これ今日の趣旨もすごい可愛いですね。ありがとうございます。サテンにね、茶色のリボンがついてるんですかね。はい、はい、このような華やかなボリュームがあるタイプの趣旨になってるんですけれども、はい、こちらどんな方がご購入されるんですか。女性の方はもちろんなんですけれども、出産祝いとかお誕生日プレゼントとかも多いんですが、はい、実は男性の方が非常に多くて、はい、奥様にとお嬢様に愛のプレゼントとしてご好評いただいています。なるほど、はい、はい、こちら男性からこれをね送られたらすごい嬉しいんじゃないかと思うんですけれども、うんうん、家族が愛でつながるという。おお、なるほど。はい、同じね種子をつけてつながるということで、はい、はい、ちなみにこちらギフト用で、はい、ね、包装の方にもこだわってらっしゃるということで、はい、ちょっとこちらの方見せていただいてよろしいですかね。はい、これがギフト用のボックスになってるんですけれども、はい、あ、いいですね、こう高級感がある感じで、はい、正方形の箱で、はい、で中がこちらが、はい、このようなブランドのメッセージですか、はい、はい、が入っております。あとメッセージカードなんかもつけることできるんですよね。はい、はい、ということで、はい、ギフトにもね大人気ということで、これ男性からちょっと私も送られたいなと思いますね。はい、ではですね、こちらのシュシュが気になった方はですね、どうしたらいいですか。ウェブショップの方にアクセスをお願いいたします。はい、ウェブショップの方がございますのでね、こちらの方で商品他にもねたくさん、はい、はい、ございますので、皆さんもぜひぜひそちらの方見ていただければと思います。ですね、ジュメル神戸で検索していただければと思います。はい、実際にこちらちょっとつけてみたいという方とかいらっしゃいましたら、はい、一度ご連絡いただきまして、サロンの方に伺ってください。はい、こちらの今お伺いしておりますサロンの方で実際につけていただくことも可能となっておりますので、はい、皆さん一度ねご連絡していただければと思います。では本日井上さんありがとうございました。ありがとうございました。